お昼を回りました。改めまして和田アキ子です。日本放送の柿原忠史です。アッコのいい加減に前回、日本放送の制作でお送りしておりますクイズ和田オネアですが、今週は1万円がお二方に当たるということで、うん、変則的に先ほど11時台で1問目出題いたしまして、はい、あのラジオネームブタコさん、はい、今スタッフに聞いたらね、ブタコさんから即電話があって、あまりの緊張で言葉がしどろもどろで、失礼な言葉遣いで申し訳ございませんって、なんか電話くれぐれもよろしくお伝えくださいって電話あったらしい。リスナーの皆さん、そんなにビビらんでもええよもっと気楽にやろうよ、なんかくれぐれもちょっと謝っといてくださいってちょっとタメ口だったからさ、どうしようとかねだったから、まあ思ったまま言わせていただいたんですが、そんな別に1万当たるからっつってね、敬語でこっちもね、いかがいたしますかとかっていう番組でもないし、そうですね、かといってそんな、まあ、緊張されるのはしょうがないですよ。そうです、しょうがないですけど、そんなね、終わった後までね、そのもう終わったら当たったことだけを素直に喜んでください。はい、なんか緊張させてしまってかえって申し訳ない、かえって申し訳ない、はい、クイズ和田オネア12時台の後半にももちろんもう一方、はい、1万円のチャンスありますんでね、そうよく問題聞いてくださいよ。はい、だからしっかりとメールファックスにも電話番号もですね、はい、書いておいてください。勇気を持って、なんで勇気を持って、中にはね電話番号やっぱ書いてない方いらっしゃる。クイズに応募するのに、クイズに応募というかメールは出すけれど、うん、電話は結構ですという方、じゃあそれはそれでいいんじゃない。まあそうですけど、もったいないじゃないですか。まあまあそうですけど、はい、怯えないでください。そういう意味で、はい、はいはい、この方なんかそうです、陽子さん、はい、電話番号書いてないんですが、メールだけ、メール読んだ方もチャンスがあるんですよ。そうですよ、言っときますけど、はい、はい、アコさん、はい、いい加減に前回のタイトルコールの第一声は大切だと思います、うん、そこから、うん、まさにその日の始まり、はい、この番組の始まりだと感じておりますので、はい、今後も生でお願いします。なるほど、わかりました、わかりました、ようこさんありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。フリーテーマでお電話ファックスメールお待ちしております。はい、電話は東京03-3211-3222、電話は東京03-3211-3222、ファックスは0570-021242、0570-021242、メールアドレスは小文字で akko@1242.com でお待ちしております。ラジオネームクレラップさんはですね、アッコさん、はい、99の岡村さんがオールナイトニッポンで、はい、男性としてアッコさんも矢部さんと同じ病気をされていると言ってましたよやっぱり、はい、岡村ちょっとないないのオールナイトはチェックせなあかんな。相当アッコさんというなんか話題によく出るよね、頻繁に出ますね。はい、いやいや、マジでね、マジで珍しいんですよ、女性がなるの。はい、でも2回もしましたよ、若い男性、男性痩せたね、痩せた今や太ってるから、ね、今中年太ったそうですよ、はい、ラジオネームホワイトタイガーさん、先ほど金本選手の話題が出ましたが、はいはい、阪神の金本選手のホームランは、うん、現在田淵さんと同じ474本なんですよ、うん、だらこさんってことは確かです、ごめんなさい、はい、今のところ歴代10位なので、うん、金本さんがあと1本ホームランを打てば、うん、単独で田淵さんを抜いて10位ということになります。あ、なるほどね、はい、なんかそんな話題をちょっと聞いたような気がして、はい、へえ、金本さんもすごいですが、でも正直ですよね、兄貴が金本さんが引退され10月ぐらいじゃないですか。そうですね、あと試合何試合あるか、うん、この間もたまたまさよならのゲームで、はい、なんかランナーがいたんですけどホームランかなと思ったらナイスキャッチされて、あーと思うけど、名前出せないけど昔なんかホームランを取るときにね、誰々のホームランの記録をやめちゃいけないとかなんかいろいろ噂が流れたんですよ。で、帰ってそれ見たとき、あ、爽やかでいいな、うん、悔いのないように、両方が悔いのないようにね、そうですね、なんか、うん、記録をその更新するためとかそういうことじゃなくて、なんか良かったですね、うん、燃え尽きてほしいですね。そうですね、はい、ピッチャーの方もすごく真面目な人だったらしいですね、だった過去形だけど、最初の3年間は練習についていけなかったらしいですね、プロの練習に、もうなんかもうこれ金本選手は
すぐ入ってすぐの3年間、うん、それはみんなあるでしょ。いやそうじゃなくてここまで来る間に、うん、やっぱりもう44でしょ今年来る間に、例えばその終わったら飲みに行くとかそういうことするとアクリヒの試合に響くとか、うん、なんか結構ものすごい練習の鬼なんですね。そうそう、他人に厳しく自分にも厳しかったらしいですよ、はい、私お会いしたことないんですけど、私はどっちかっていうと他人に厳しく自分に甘くだから、あ、うん、分かるでしょリアクションに困りますね。いや十分なリアクション言うより分かりやすい、はい、川崎市のラジオネームはるさん、44歳の方です、はい、うん、先日テレビで高倉健さんのドキュメンタリーをやってました、はい、やってましたね、はい、見ました。あ、そうですか、はい、健さんはいつもマウスピースを持ち歩いてるんだそうですね、はいはい、暇さえあればマウスピースを噛み締めるんだそうです、はい、噛むことが脳にいいとおっしゃってました、はい、あれを見て私もマウスピース作ろうと思いました。はは、あっこさんいかがですか。いや私はじゃあ勘違いしてますね。私はなんか朝起きて健さんは散歩されるときにこう噛み締めるっていうのは脳に血が巡るっていうか、だから起きた時の散歩の時だけやってらっしゃるのかな。私はナイトガードっていうんですけど、歯医者さんで作ってくれるんですよ。でその食いしばりって要するに無意識にものすごくこう歯をうって噛んでるらしい、寝てる間に、うん、それでインプラントやったりしてるからちょっとずれたりするとセトモンとセトモンがぶつかり合っちゃって割れる可能性があるんですよ、はいはい、自分の歯じゃないし、そうするとダメっていうことで私はナイトガードってやってますけど、インプラントの方向でやるんですね。そうです、夜寝る時だけ。マウスピースはでもどうなんでしょう、まあ、確かに私も見ました、それでそうおっしゃってましたね。まあ、ケンさん81歳かな、その撮影の時なんかでもワゴン車トラックのちっちゃい小型のトラック の荷台のところに片足乗っけて屈伸されたりとか、すごいもの、ね、撮影中は絶対座らないとか、そうらしいです、ね、健康にはやっぱすごく気をつけてらっしゃるみたいですね。そうだからこそこんなに長いこと、そうですね、活躍できるんですね、はい、健康ということで言うとお元気ママさん52歳会社員の方ですね、はい、茨城県の方です、うん、アッコさんの弟さんの痛風の件ですが、うん、はいはい、私の夫も痛風で1年に1度くらいは必ず足が腫れちゃって歩けない状態になってました、はい、でも今は毎日薬を飲んでいればビールもラーメンも OK みたいなんですよ。ただ飲み忘れると即座に痛みが出るみたいですけどね、そうなんですよ。でもね